たのもそうじゃないそうですということで、今回はですね、明日8月17日から怒涛の33枚目シングル情報解禁祭りがねやってくるぞということで、今回はですねその情報というかスケジュールをまとめて紹介していきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでこちら乃木坂4633枚目シングルお一人様天国収録楽曲のミュージックビデオ&特典映像予告動画の公開スケジュールが決定しましたよということで、まあもうね CD 発売も迫ってきてますから、どんどん公開されていくよという感じでですね、8月23日に発売する乃木坂4633枚目シングルお一人様天国ですが、収録楽曲のミュージックビデオと特典映像の予告映像に関する予告動画に関する公開スケジュールが決定いたしましたと。まあ MV はね今まだ表題曲お一人様天国の MV しか出てませんから、それ以外のね MV も出ますよっていうことで、あさって8月17日から8月20日まで4日間連続で乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルにて毎日映像を公開していきますということになっております。その公開スケジュールがですねこんな感じとなっております。まず明日ですね8月17日の20時となっております。こちら踏んでしまったアンダー曲ですけども、この MV が公開されます。33枚目のアンダーメンバーが歌唱メンバーとなってますよっていうことで、まあ、みゆちゃんがねセンターですけれども、その MV が公開されます。まあまあこのねアンダー楽曲の MV もね毎回楽しみなんで、今回どんな感じの MV になってるのか、まあ、今回のね楽曲、まあ、僕宮城公演で初めて聞いたんですけど、もうめちゃめちゃかっこいいんで、踏んでしまっためちゃくちゃかっこいいなって思ったんで、それどんなね MV になってるのかめちゃくちゃ楽しみだなと思います。そしてですね8月18日あさってですねの20時、こちらも20時、まあ、全部20時ほとんど20時って感じなんですけれども、こちらも20時ですね、に考えないようにするの MV が公開されますということで、こちらがですね、5期生曲になりますね。33枚目シングル5期生曲ということで、まあ、こちらおそらくほぼほぼなおなおがセンターというね感じですけれども、これも MV がすごく楽しみというか気になる。今回のこの楽曲ねめちゃくちゃ切ない感じになってるので、なんかそれ通りにというかね MV が来たらめちゃめちゃちょっと切ない MV になるんじゃないかなっていうのはねあるんですけども、果たしてどんな MV になってるのか、この5期生楽曲、まあ5期生楽曲ね今までずっと MV ありますから、今回もねしっかりあるぞということで、めちゃくちゃ楽しみだなと思います。はい、そして、ですね8月19日こちらも20時になってます。8月19日の20時、マグカップとシンクの MV が公開されますよということで、まあ、こちらですね柿作ユニット、遠藤さくら、はるかが歌唱している各作ユニットっていう感じなんですけれども、こちらの MV が公開されるということで、いやこれもマジで楽しみでしょこんなんもだって各作ユニットって時点で神じゃん。でその MV ってもうやばいじゃんっていういやどんなんなんだって、もう尊すぎるんじゃないかって分かんないけどね、もうやばいじゃん。各作ユニットの MV なんてもう最強じゃんと、見る前から、ね、最強じゃんって感じですけど、果たしてこれもねどんな2人が見れるのか、どんな書き作がね見れるのか、めちゃくちゃ楽しみだなと思います。そしてラストですね8月20日のこちら12時、ここだけ違うって感じですね。 MV は全部20時公開って感じなんですけれども、この4つ目だけは12時、昼の12時公開となっております。こちらがですねタイプ A から D に収録される特典映像の予告が公開されるということで、どのような特典映像かお楽しみにっていう感じで、その予告動画で、こんな特典がね午後の33枚目シングルには入ってますよっていうのが判明すると分かると、いった感じなので、これも楽しみですよね。その予告映像出るまでねどんな特典映像が入ってるのか今回分からないっていうことで、まあおそらくね MV は収録されない、今最近ね収録されてないんで収録されないと思うので、どんな特典映像、まあ個人 PV なのかライブ映像なのかね分かんないですけれども、何のね特典映像、どんな特典映像がこの33枚目シングルには収録されるのかっていうのもめちゃくちゃ楽しみだなと思います。はい、ということで今回は明日8月17日から怒涛の33枚目シングル情報解禁祭りということで、 MV がね3日間連続公開されて、で4日目は特典映像の予告が、特典映像が判明するよという感じでですね、明日からの4日間ぜひですね皆さん一つもね、お見逃しなくっていう要チェックっていうね感じでやってもらえたらなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄をフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。